皆さんこんにちは、卓球センター .jp の吉岡です。さあ今回もですね、他のコーチの目を借りてチャレンジさせていただきたいなと思うんですけども、今回のコーチを呼びたいと思います。どうぞ。こんにちは、杉本コーチになります。はい、自分で呼んでくれました、杉本コーチです。で、まあ、ちょっと企画の趣旨とは若干若手じゃないんですけども、杉本コーチと私で今回勝負したいなと思うんですけども、僕らそれぞれ戦ってもあんまりちょっと面白くないので、今回は左利きの杉本コーチと逆手対決をやりたいと思います。というわけで右なんです。そう、はい、杉本コーチは左利きなんですよね。だから僕が左手でやって杉本コーチは右でやる形で逆手対決をしたいと思います。で、サーブ1本コーチ、サーブ1本で5点待ち、5点待ち、デュースなし、なし、もう5点の取った方が勝ち。というわけでいきましょう、やってみよう。イラリあったんだけどね、やっぱりなかなか難しかったですね。はい、今度は次のコーチにまたチャレンジしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。